あの人さ、うまいからさ、やばいんやって。あ、バレてるやんけ。どうも、チャップです。デッドバイデイライトをプレイしていきたいと思います。ということで、今回はですね、新サバイバーのジョナー・バスケ好きさんをね、使っていきたいと思います。なんか聞くところによるとね、両親がね、バスケ好きやったから、バスケ好きっていう名前になったみたい。それは嘘。本当の名前はジョナー・バスケスです。気はない。まあそういうね、まあしょうもない茶番を入れつつ頑張っていきたいわけですけども、なんか怖めの野球部の監督みたいな見た目してるんですよ、この人。サングラスかけてて見えるかな、これ。なんかちょっとほら、怖めの野球部の監督みたい。なんか無駄にヒサロイって引いてね、肌焼いてそうな感じよ。もう全然関係ない話ばっかりしてるけど、これキラーあれやな、ナースやな、お医者さんやな。私が治療してあげるわとか言って空飛びまくってるわ。発電機どこなん、ほんで。いや、何よ、おい、そんな遠いのにここまで声聞こえてくんの、ファンタスティックやん。めっちゃビビったわ。ほんで、そんな話はどうでもいいけど、このキャラクターのこういうパークね、恵み指数関数ってやつつけてきたんですけどね、これね、前に紹介したね、ジュジュリード。うわぁ、何や、ジュジュリードボッカーン。これキラーのパークやな。飛んできそうですけど、ジュジュリードがね、追加されたね、パークでさ、トーテムをさ、清めていくっていうやつなんでございますけれども、これもう一回ターボ来んのかな、大丈夫かな、こっち行こう、逃げようと。全然説明できへんやん、しょうもないことばっかり言ってたら。トーテムを清めたら、その範囲内にいる人全員回復速度が上昇して、そして瀕死状態ね、這いずり状態から完全回復できるんですよ。これがめっちゃ面白いでしょ。普通、這いずりからやったら1段階回復して負傷状態。なんかおじいちゃんおばあちゃんみたいなヨボヨボな感じになるんですけど、それ飛ばして、完全に二足歩行できるようになるんで、このパークの範囲内やったら、類人猿から人間まで進化できるっていうめちゃくちゃ面白いパークなんですよ。これをね、うまいことやりたいけど、まあ、安定のトーテムを見つけるパークないし、トーテムの場所わからんし、やばいなって感じ。ほんでまた潰されちゃいましたね。で、もう一つが打開策っていうやつで、負傷状態の時ね、移動速度の上昇する効果が2秒間延長されるというわけなんですよ。サバイバーってね、キラーにどつかれたらね、一瞬ね、加速するんですよ。その一瞬加速する時間が2秒伸びるということで、なかなか面白いんちゃうかなっていう思ってるわけ。で、あっちでなんかカチャカチャしてるけど、あそこ、怨念な、あれ、怨念が怨念やね。あれは確実にあのサバイバーの命をもうもぎ取ろうとしてるね。あれ、助けに行っても殴られるだけか。ちょっと助けに行ってあげたけど、まあ僕ここで糸を巻き巻き、糸を巻き巻き、巻いて巻いて、巻きのーとかやっておきましょう。花より発電機やっておきますわ。巻きのーとか言って、まあ全然関係ない話ばっかりしてるけど、まあ、とりあえずね、この間あげた前のパートのさ、ジュジュさんもさ、恵みのトーテムね、トーテム清めたいっていうアイドルグループに入ろうと思ったけど、トーテム見つからなさすぎて全然無理やったんで、トーテムがある、あ、これトーテムいけるやん。あ、待て待て、浄化しよう。これ浄化。トーテムに恵みを付与する。この範囲内にいると回復速度が上がるぞ。あの人がこの辺でダウンしたらね、もしナースの人が釣らんかったら、ワンチャンあれやわ、類人猿から人間になれるよ。人間になれる。二足歩行になれるから、その二足歩行の力。使ってもええよ。どう？分かれへん。どうする？発電機回したらいいのかな。あ、ナイスですね。あ、トーテム破壊じゃなくて、発電機やってたんや。で、発電機、全然、もうさ、発電機見つけんのさ、難しすぎひん。もうあんまり、2階にない？あ、あるわ、あるわ。あ、ここ、マネキンめっちゃポージング決めてくるけど、めちゃくちゃ怖いやん。逆さで突っ込まれてるマネキンもおるぞ。コアチャップですね。あ、どこ？あ、あれ、恵みのトーテムの近くやからさ、ナースが釣れへんかったら、あの人、あれやでよ。ハイズリーから、赤ちゃん状態から、人間になれるよ。何？スターに憧れて、無防備やって、待って、やばいやばい、無防備、担いでる時だけ？これ何やったっけ？ゴリゴリにドクロ出てるで。これやばいやん。スターに憧れんといてよな、それじゃ。これもう近くやったらばっかになんねんって。あ、そういうことか。ほんで飛んできて、ワンパンで殴るのか。うわ、なんかもう使い慣れてるね、ナースというものをな。うわ、これやばい。壁貫通してくんぞ。待て。壁貫通来るぞ。壁、あ、これやばいな。これワープしてやられるパターンじゃんか。やばい。とりあえず行け。やばいやばい。あ、うまいな、おい。めっちゃうまい。
ないやん、完璧に読まれてた、すごい印象やん。うわこれもうドクター X やん、これはもう普通のナースちゃうわ、もうほんまにジョイやわ、これ米倉涼子やわ。いやもう看護師さん看護婦さんとかじゃあ、これ米倉涼子やて。うわすごいパーク完成と、うんまいわ米倉涼子。おーおーおー、助けに来るって言ったら、なんか発動しましたね、なんか発動しました、なんかし、あ、ほんであれちゃん、これバーベキュー&ナゲットソース積んでるからさ、スターに憧れて飛んでくんじゃ、え、待って、ほんまに、バーベキュー&ナゲットソースついてる感じする、待って、どうなんやろ、飛んでくんのかな、僕の、あ、見えてない、え、でもおかしいな、だってあっちに飛ぶってことは、これバーベキュー&ナゲットソースあるかもしれん。ほんでスターに米倉涼子なんかもう別にスターに憧れんでもスターやんか、これ以上誰を目指してんの、もう無理やて、米倉涼子よりも上のね女優の人って言ったらもう誰わからん、もう泉ピン子ちゃん、お戻ってきよったあの人さ、うまいからさやばいんやって、あバレてるやんけ戻ってきちゃった、いやでもこれ僕が離れて離れて離れまくって、うわーうわー、もっと離れ上げたかった、この人ほんまにワープを分かってる、すごい、うん、なんかすごいな、あれちょっとさ黄色がかったさドレスやからさ、美女と野獣のベルみたいに見えてきたもん、これ米倉ベル涼子みたいな、なんかそのミドルネーム入ってないか、米倉ビル涼子や、おちょ、なんか殴られて大丈夫か、あ、なんなんこれ、美女と野獣ちゃうやんほんま、野球部の監督と米倉涼子やんけ、そんなディズニー映画のタイトル見たないわ、なんやこれわちゃわちゃやん、おー落とされた、よう頑張った、めっちゃチェイス頑張ってくれてましたよ、うわもうほんまに、なんかあれ名前バスケ好きとか言うたり野球部の怖い監督とか言うたから、え、でもバスケスって聞いたらもうバスケ好きの名前やん、それ絶対ね、仕方ないですよね。はい、ということで安定の成長はなしでしたけど、ここなんもなんもない、なしめちゃくちゃ欠けておりますけれども、キラーの人どんな人、うわ赤野さんやって、うわすごいな、こんな感じやんや、こういう赤野さ人と渡り合えるような実力僕もいつか身につけたいですね。はい、ということで次こそ頑張っていきましょう、バスケ好きの力を見せてやるぜということで、バスケス行きましょう、バスケス、バスケ好き、なんかもう名前わからんようになったらこっち行こうかまずは発電機探しからですね、あとトーテムや、そうトーテム清めたいというアイドルグループ結成できるように、さっきなんとかねアイドルグループ入隊できたんで今回も頑張っていきたいと思う。おお、ここでなんかみんな回してる、僕も混ぜてもらおうっとめちゃくちゃ進んでますね、あ、やばいやばいぞ、出たよ、髪の毛焼きそばやん、髪の毛焼きそばジャンボやんか、それチョコモナカジャンボみたいな感じで、噛んで噛んでガチャガチャなんだけど、髪の毛焼きそばやんけの人や、これ闇落ちしたテンパジャイアンやな、なんか、え、こっち来てる、なんかあっち歩いとるで、あっちや、あれチェーンソーでバラバラにされるから気をつけなあかんねん、ちょ待って、おるおん、あ、いや、上から見てるわ、バレたかな、おんね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 んね、あれ意外と来ない意外とこっちに来ないからいいから、多分こっちに近づいたらあの人どっかに逃げていくというか離れていくはず、あ、はいはい、そこにあるトーテムな、あのトーテムは清めるというか発火した方が良さそうやな、どこどこどこ、え、どこなん、え、よよ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 なんや、追いかけてたん、あ、めっちゃ回ってる音する。うわー、これはやばいよ。これ焼き豚パーティーや。これ洗濯物されるわ。これどこで洗濯物？うわ、そこで洗濯物。あれなんやろ。ね、多分あっちで味方の人がね、浄化してくれてると思うから。いやー、これ発電機蹴りに来んのかな？うわ、うわ、分かれへん。これどうする？これ浄化せんととりあえず破壊しておきましょうか。来るかなー。あ、そこでもやってんや。やばい。怖い。めっちゃ怖い、これなんなんや、これ不死破滅のパターンなんかな、ん、とりあえず浄化しましてなんかガチャガチャ言ってる、え、おっ大丈夫、助けていけそうやな、オッケーグーグル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 、よし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 、オッケー、どうする、回復する、しちゃうしちゃう、オッケーオッケー、いいと巻き巻き巻きの行こういいぞ、いいと巻き巻き、いいと巻き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 、あ、待って、マーキノって言ってたら大丈夫
怖かったけど行きましたね。ほんでそこの横の発電機割れてたから、オッケーオッケーオッケー、ナイスー。で、うわ、おるわおるわおるぞおるぞおるぞ、味方の人やばいねんって。あれほんまに闇落ちしたテンパやからさ、テンパに悩みすぎて闇落ちしたジャイアンなんだから。ジャイアンさ、坊主っぽく見えるけど実はテンパにもなれるんやでっていう感じやね。うわー、振り回しとるわ全力で振り回してる。味方の人頑張れ。多分こっちには来へんと思う。てかあれやな、チェーンソーで一発パコーンってやられたら僕の何だ打開策やったっけ、それ発動せへんな。あれ不祥事やからチェーンソーでパコーンは無理なやつやけど、ナイス。でチェイス頑張ってくれてますね。オッケー。ほんでここももうちょっとで糸巻き巻き巻きフィニッシュになるから、あとはトーテム清め隊になるだけやな。オッケー、グーグル。おお、ナイスやな発電機。僕こっち来たらこれ待って、トーテム清め隊戦でも終わんぞこれ間違いなくこれ平和に終わりそうな感じですね。いいやんか、ほんまに。さっきの試合ボコボコにされたから、なんか僕レベルのこの試合展開にしてくれてんのかこれよし、いい感じやぞ。これでのび太がジャイアンに勝つ時がついに来たっていう感じやん。よし、ここ巻き巻き巻きの終わらせよう。よっしゃ、納豆巻き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 の終わるぞ。よっしゃ、花より発電機、おっしゃ終わった。まーきのや、もう巻き巻き、おわ、おった今絶対おった。おるよ味方でしょ、そこ来るんちゃん。おい、開きましたね。開いたけどさ、トーテムないん多分。あ、ここも開きそうやな。で、トーテムは、え、結局トーテム、まあ、浄化したところで、何の意味もないねん。何の意味もないとか言うのさ。え、小島翔さんやったっけ、何の意味もないとかやってたけど、どうする。え、ここ野球部の監督か、下向いてるな。え、なんかあんのか、んなんかダンゴムシかなんかある、なんか10円玉落ちてる。え、なんかダンゴムシでもあるの、え、あ、なんか折ってんな。あ、ダンゴムシみたいなの折ったぞ、ここに今。え、これなんや、これなんやこれ。あの人大丈夫か、あー、オッケー、逃げるそうやな。みんなで寝ましょう、出ましょう、出ましょう。はいはいはい、お家帰りましょう。帰るまでが遠足やから。よし、着実にプラス1になって、なんかまあ、なんかようわからんけど、なんか使いよしささそうな感じるけど、なんか使いやすそうなサバイバーでしたね。いや、ほんまにバスケ好きっていうだけあって、なんか面白かったよ。意味はわからんけどね。